ついにやってきました「ハリー・ポッター」スタジオツアー東京ああ私の青春ハリー・ポッターエントランスからウキウキが止まりません中に入る前にエントランスにあったフードホールへああこの両ごとのカップケーキかわいいカラフルですねよし気合いを入れていくぞということでまずは大広間が出迎えてくれます 床の石は撮影時に使ったものをそのまま持ってきていて衣装も実際に使ったものが展示されていますほとっても有名な動く階段何回も見ちゃいましたあとね動く肖像画にもなれました他にも校長室でしょ魔法薬学の教室も覗いてあ例のあの人ここ禁じられた森はですねすんごく真っ暗でちょっと怖かったです 途中の休憩スポットでやっぱりこれやるよね屋外展示もあるんですけど暑すぎてもうあの秒で退散しました秒大迫力のホグワーツ特急中も実際に見ることができますちょっとねこの人形さんたち怖かったさあ続いては私が一番楽しみにしていた魔法ショーへやってきました フルパウダーで移動しましたよ。こちらは東京限定のエリアで、職人さんたちが映画のために作ったセットをそのまま梱包して持ってきているそうです。他にも、クイリッチの杖に、ワンドレイク、さらに、怪物的な怪物の本もありました。あ、これは有名な空飛ぶ青い車です。ハリーの物置部屋もあって、ハー、ドービー、まじまじと眺めちゃいました。ハリーモニー横丁だ。ハ このダイヤモンド横丁は朝の景色と夜の景色が楽しめてすっごく綺麗でした忍びの地図も見つけましたよいやーたくさん歩いて多分2万歩ぐらい歩いたすんごく疲れましたでもそれ以上に心は大満足でしたみんなも行ってみてね